ああ、せっかく用意した自己紹介が台無しになったな。小ヤギたちは村の中で互いに助け合いながら狼から隠れて暮らしていました。ところが村にやってきたヤギ飼いは小ヤギたちの願いを叶え、食べ物と安全な住処を与えてくれました。そうして小ヤギたちは幸福で安定した生活を手に入れ、ヤギ飼いは小ヤギたちを支配するようになりました。そう、これが物語の始まり。ヤギ飼いは唯一の黒ヤギを見つけ言いました。あなたの願いを叶える。しかしその対価として他の子が必要だと。しかし黒ヤギはヤギ飼いの提案を断ったのです。それがきっかけで黒ヤギは仲間外れとなり、食べ物と住処を失ってしまいました。それだけでなく、仲間の子ヤギが次々と消えていくのです。ヤギ飼いはこう言いました。黒ヤギがルールを破った、彼こそが子ヤギの消えていく元凶だと。そしてもう子ヤギたちの願いは叶えないと。全ての子ヤギは何食わぬ顔で自分の願いを叶えてもらいながらも、自分自身が対価になる可能性があるととっくに知っていました。しかし子ヤギたちはみんな自分だけは対価に選ばれないとずっと思っています。それと同時に、自分がすでに対価になるリスクを背負っているのなら、いっそのこと自分の願いを叶えるために他のヤギたちも同じリスクを背負うべきだと考える子ヤギもいました。心では分かっているのに誰も口にしなかったのです。恐れながらも、悪ことのない欲と新たな願いを叶えるために何度も何度もヤギ界のルールに従いました。被害者加害者を延々と生み出し作られた素晴らしい平和、それが黒ヤギによって壊されるまで。子ヤギたちとヤギ界の貪欲さは黒ヤギによって断ち切られた。しかしそれはやがて怒りの炎を燃え上がらせました。それから炎の跡も血の跡も暗黙のルールとともに誰の目にも映ることはなくなったのです。果てしない混沌、今のうちによく考えてくれよ。どっちが正しい道なのか。お？もう見つけたのか。頭ゆらゆら、お目目ぐるぐる、ヤギさんたちにモテました。ヤギさんふわふわ、黒いの白いの花柄がおそろい。気をつけろよ、足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい道を進めばいい。そう急ぐな、落ちれば粉々になっちまう。行け、はっ、私の出番のようだね。いい感じ、変身、ふっ、それ、消えろ。ためらいもなくバッサリ。ほら、
俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。せっかく ルールを作る側のヤギ界とルールを破る暗闇、どっちになりたい。強靭の集団の中にいるただ一人の正常者、お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ、ヤギ界は世界の断りじゃない。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。甘い、気は不滅。行くぞ、これで終わりだ。行こう。私の出番のようだね。やっはあ、っせっはあ、っ行くぞ光を。凶悪者さん